俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは海外の電車を利用したことがありますか？たくさんの人を乗せて目的地まで走るという点ではどこの国でも同じなのですが、その使い方や暗黙のマナーなど国によって違いがあるんです。今回のエピソードでは、初めてアジアを訪れるドイツ人カップルが登場します。韓国と日本にそれぞれ5日ずつ滞在するのですが、予想もしていなかった電車マナーに衝撃を受けて、一体彼らは韓国と日本でどんな電車マナーを見たのか、ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。僕の名前はペーター。何年か前に恋人のモニカとアジアへ旅行に行ったんだ。二人ともヨーロッパ内での移動はたくさん経験があるけれど、それ以外の国へ旅行するのは初めて。特に新鮮な光景が見られそうな韓国と日本へ5日ずつ訪れることにした。初めに到着した韓国では、当たり前だけど見慣れないアジア人がたくさんいて大興奮したよ。もちろん街並みもドイツとは異なっていて、海外に来たという喜びがこみ上げてきた。料理はどれも辛かったけど、味わったことのない食べ物をたくさん楽しむことができて嬉しかったな。トータルで見ると悪くなかった韓国旅行だけど、そんな思い出をめちゃめちゃにするほど最悪だったのが韓国人のマナーだった。韓国に知り合いがいるわけではなかったから、直接現地の人々と関わることはなかったけど、観光地に行ったり電車に乗ったりすると、当然その姿を見ることになる。その時の彼らの行動がこの韓国滞在で一番衝撃だったんだ。それは僕とモニカがホテルの最寄り駅へ向かう電車に乗っていた時のこと。その電車は初めこそまあまあ空いていたものの、次々と駅に停まるにつれて乗客が増えてきていた。僕らは初めから座ることができたからラッキーだったけど、通路に立っている乗客の方が多いくらいだったよ。そして僕らのすぐ前の席に同世代くらいの男性グループがいた。それだけならごく普通の光景だったんだけど、気になったのはその先。なんと彼らは二人掛けの席に一人ずつ座っていたのだ。通路側に自分が座って、窓側には荷物を置く。そして車内全体に響き渡るような大声で笑ったり歌ったりしている。ドイツの電車マナーがいい方なのかはわからないけど、ここまで自由奔放に振る舞っている人は今まで見たことがない。僕は驚いてモニカと顔を見合わせていたよ。とはいえ、最初は車内も空いていたから、人がたくさん乗ってきたらやめるんだろうなと思っていた。だけど彼らはそんな僕の考えとは裏腹に、乗客が増えても同じように振る舞っていて、でも他の乗客はそんな彼らに見向きもしなかったし、負けじと大きな声で会話をする人もいるくらい。僕らはそれを見て、韓国ではこれが普通なんだと衝撃を受けた。結局僕らはその混雑が解消される前に電車から降りなければならなかった。ぎゅうぎゅうに混んだ車内を出口まで進むのは本当に大変だった。それに思わぬ悲劇が僕らを襲ったんだ。僕に続いて出口から降りようとしたモニカ、混雑のせいで、足元が見えなかったせいで、何かにつまずいてしまったんだ。倒れたところを僕が支えたから転ばずに済んだけど、問題はそこではなかった。なんと彼女が履いていた真っ白なスカートの裾がオレンジ色に染まってしまったんだ。それが何なのかはモニカと一緒に車内から転がってきたものを見てすぐに分かった。おそらくどこかの店のテイクアウトか何かであろう白い大きめの容器。その中にチゲスープのようなものが入った状態で捨ててあったのだ。なんだこれ、電車の中に食べ物を残したまま放置するなんて、それこそ人生で一度も見たことがない。まだパンだったら100歩譲って理解できたかもしれない。だけどつまずいたら誰もが汚れてしまうであろう食べ物の食べ残しを置いておくなんて信じられなかった。思い返してみれば、車内は食べ物の匂いが充満していたし、至る所にゴミが落ちているのも見かけていた。ドイツでも電車でパンを食べたりするけれど、こんなに匂いや汚れで
他人に迷惑をかけるようなものではなかったように思う。転がっているチゲスープを見ても誰も見向きもしないし、僕らはそれを拾い上げてゴミ箱を探しながらこう思った。韓国は最低のマナーだ。今回の旅行でそれ以外は割と満足だっただけに、とても残念だった。また韓国へ行きたい？と尋ねられたら、答えるのに困るだろうと思う。そんな韓国旅行の後、僕らはその足で隣の日本へ向かった。インターネットで調べてみると、隣とはいえ文化の異なる国であることは理解していた。実際に訪れてみると、確かに街並みも食文化も全然違うように感じたよ。ただ、人に関してはほとんど差がわからなかった。アジア人からすれば失礼な話かもしれないが、小柄ですっきりとした顔立ちが共通しているからよく似ていると思うんだ。だから内面に関しても大きく違うとは思えなかった。というか、期待していなかったんだ。日本人もきっと韓国人と同じようにマナーは最低なんだろうな、と。でも、海外旅行に来ている以上、母国と違うことがあるのは当たり前のことだから、嫌だ嫌だと言わずに、違いを楽しむつもりで行こう。モニカとそう約束をして、日本観光を始めたんだ。僕らはまず、東京の街を散策した。そのためには、電車を使うのが便利だったんだけど、なんせ路線が多くて、すごく苦労したよ。だけど、ところどころに、英語で案内表示がされているので、大幅に迷ったりせず目的地へ向かうことができたかな。そしてそんな風にして乗った電車の車内で、僕とモニカは再び驚愕することになるんだ。日本の電車は乗った時から満員で、韓国の時とは違い、僕らは座席に座ることができなかった。でもまあ、電車が混雑していて座れないというのは、ドイツでも十分経験があったから、これに関しては何の問題もない。目的地がアナウンスされるまでひたすら耐えるだけだったよ。だけどそんな車内で徐々にある違和感に気づく。最初は全然気がつかなかったんだ。だけど何かが違うと感じていて、気づいた時はすごく驚いたよ。それは日本人は電車内で全く喋らないということだ。満員電車だから数えきれないほどの人が乗っているのに、話し声はほとんどしない。全員がイヤホンをつけたり、コンパクトに体を縮こませながら読書をしたり、スマホをいじったり、おのおのの時間を楽しんでいるという感じだ。韓国はもちろん、ドイツでも電車内はおしゃべりの空間というイメージだから、そのギャップに本当に驚いた。別に駅員が静かにしてくださいと言ったわけでも、車内は会話禁止と、張り紙がされているわけでもない。すべて暗黙の了解で、人々は黙り続けているのだ。彼らがなぜ何も会話をしないのかわからなかったけど、僕とモニカだけ会話をしたらすごく目立ってしまいそうだったから、その場の雰囲気に合わせておいたよ。そして僕らが次に驚いたのは、乗客が少しだけ減ってきて車内の中心に詰めていった時のこと。僕とモニカの斜め前くらいに誰も座っていない席があった。少し減ったとはいえ、車内はまだ満員で、空いている席なんて他には見当たらない。僕はなぜそこだけ空いているのか不思議に思いつつ、ラッキーだよ、モニカ、あそこに座りなよ、と言った。それを聞いたモニカも不思議に思ったようで、あたりをキョロキョロした結果、あるものを見つけて僕に言ったんだ。あそこは、新商社用の優先席なのね。僕はそれを聞いて、なるほど、と思った。他の座席には人が座っているから分かりにくかったけど、シートが色分けされていて、普通の席とは異なることが分かった。それはもちろん、ドイツにもあるから納得できたんだけど、不思議なのはここからだ。でも、なんで誰も座っていないんだ？こんなに混んでいるのに。優先席はあくまで優先のはずだ。新商社がいたら譲るべきではあるが、いなかった場合は誰が座ってもいいのでは？むしろ混雑している時にわざわざ席を空けていたら、一人分通路が埋まってしまうから良くないのではないだろうか。
僕はそう思ってしまった。だけど、優先席の前に立っている日本人は、かたくなに席に座ろうとしなかった。すると、ある時、ある駅に停車し、人の入れ替えがあった。そこに、ある日本人の老婆が乗ってきたんだ。僕らは少し離れていたから、黙って見ていたけど、優先席の前に立っていた日本人は、すぐに動き出した。ここ、空いてますよ。言葉は日本語だから、よくわからなかったけど、手招きをするジェスチャーで、なんとなく会話はわかる。老婆はお礼を言って優先席に座り、電車は何事もなかったかのように動き出した。僕らはこの光景を見て、日本人がなぜそんな行動をするのかが理解できた気がする。混雑していても座らないというのは少しやりすぎかもしれないけど、日本人は何より他人のことを優先する気持ちを大切にしているんだ。もともと席に座っている人から譲られたら遠慮してしまうかもしれないし、立ち上がっている間に電車が発車して転んでしまうかもしれない。本当に必要としている人のもしもを考えて、日本人は行動しているんだ。こういう考え方は僕らになかったからすごく驚いたけど、韓国での衝撃とは全くもって正反対。こんな人たちがいるんだ、という驚きでいっぱいだった。韓国の時はすごく嫌な気持ちで電車を降りたけど、日本での僕らは降りる前からとても清々しい気持ちでいられたよ。そして降りる駅が近づいた頃には、車内の全員が座れるくらい混雑は解消されていた。僕らもドアの近くの席に座り、ホテルの最寄り駅に到着するのを待っていた。その時、ポケットにさっきの売店でもらった飲み物のレシートがあることに気がついて、僕はゴミ箱を探し始めた。しばらく見つからなかったので、日本の電車にはゴミ箱がないのかなと思ったんだけど、そこで僕はあることに気がついた。車内にゴミが全く落ちていないということに。韓国では信じられない量、大量のゴミが落ちていたし、ドイツでもティッシュや袋などのゴミは割とよく見かける。だけど、日本の電車を改めて見回してみると、紙も袋もペットボトルも、埃の一つすら見つけることができなかった。ここで言っておくけど、僕らが乗っていたのは高級電車でも何でもなく、日本のごく一般的な在来線だ。この綺麗さには驚きを隠せなかったよ。結局ゴミ箱は出口のすぐ近くにあったんだけど、びっくりするほど小さくて、しかもその小さなゴミ箱の中にもほとんどゴミは入っていなかった。日本人がゴミを捨てない主義なのか、それとも車掌が頻繁に回収しているのか、どちらかはわからないけど、どっちだとしても日本人の電車を利用する時のマナーが素晴らしいことは確かだと思う。電車を降りた僕とモニカは久しぶりに会話をして、日本の電車のマナーの素晴らしさについて永遠と語り合ったんだ。ドイツに帰っても日本人を見習ってマナーのいい人間になろうと思えたよ。日本は電車だけでなく街中にもゴミが落ちていないよ。他人を一番に考えられるからマナーも自然と守れるんだろうね。韓国と日本を比べるなんて韓国がかわいそうだよ。日本は世界でも群を抜いてマナーの優れた人たちなんだから。日本と韓国は隣同士だけど、びっくりするほど国民性が違うってのは有名な話じゃないの？日本の車内の静かさには私も驚いたよ。間違って息を止めちゃうくらい静かだった。車掌からの命令も張り紙もないのに、国民みんなが共通の認識を持っていられるなんて、日本はやっぱりミラクルだな。私たちはすっかり慣れて当たり前のように感じていることも、外国人からは衝撃的なことはたくさんあるんですね。確かに言われてみれば、電車内でのルールは駅に張り紙があるわけでも、破ったら罰金があるわけでもありません。直接的な罰がないにもかかわらず、みんながルールを守るのはやはりモラルがしっかりしているからと言っていいのではないでしょうか。これからも
外国人に喜んでもらえるようなマナーを持った日本であり続けたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。